こんにちは、ジョージです。今日は久しぶりに、妻のお浜ちゃんを乗せて、ツーリングに行こうと出ているんですけど、前回ですね、動画でも紹介していると思うんですけど、メーターを移設しました。ここにあったメーターをですね、こちらに移設しました。今回はですね、ゼロデザインワークスの、メーター移設キットの、レビューをしていこうと思います。それではどうぞ。まずメーターを移設してメーターをちゃんと見えてるかどうかっていうところなんですけど、このねサイドマウントをしている状態、ね、今僕ヘルメットの顎部分に、カメラをつけて撮影をしながら走っているんですけど、まあ、かなり目線は、カメラと近い状態だとは思います。この状態ではですね、まあ、当然まっすぐ向いている状態で目を下に下ろしていても、メーターは見れません。でちょっと頭を下げないといけない感じですね。で真下に下げると僕の左目からは、80キロぐらいまで見れてます。ちょっと今カメラに映ってるかどうかはわからないんですけど、頭下げるだけでスピード見れます。ちょっと頭をずらせばメータースピードメーター全体が見れるっていう感じですね。なので、ここにスピードメーターがあった頃と比べたら動作がね、新しい動作が生まれちゃってるので見えづらいは見えづらいと思います。こっちだとね、もう本当目をポンって落とすだけで見れるので、まあ、ただね、スピードメーターは、まあ、前回の動画でも言ってる通り僕あまり普段見ないのでそんなスピード出すタイプでもないですし、ね、やっぱりおまわりさんがねいる時とかスピード測定やってる場所とか、後ろにパトカーがついた時とかそういう時はね頻繁に見ちゃうんですけど、まあ、それは多分みんな一緒かな。そういう時はねこうやってこうなりますね。みんな乗ってれば体感でなんとなくスピードって体で覚えてると思うんで、スピードメーター見なくてもそんなに違反は僕はしていないと思います。このねゼロデザインワークスのメーター移設キットのね最大のポイントはインジケーターが、ここに残ったままということですね。このハンドルクランプが専用のがついてきてて純正を外してこのをつけると、これはもうかなり便利ですね。いて、ハーレーというか、まあ僕、スポーツスター以外に乗ったことがないんで、あれなんですけど、まあ、ウインカーがね、特徴的でして、まあ、左右にこのボタンがあるじゃないですか。切るときはオートなんですね。ウインカー、まあ、車のように、曲がったら勝手に切れると。しかし、例えば車線変更とかだと、オートが気づいてくれないわけですよ。だからもう一回押して消すっていう感じなんですけど、まあ、これがね、よくある国産のウインカーの左手でカチャカチャっていうタイプ、まあボタンでもいいんですけど、ちょっと違って、まあ、オートに慣れちゃうと消し忘れがね、消し忘れというか、消えてない時もあるんですよ。なので、まあ、インジケーターは絶対ここにあった方が僕はいいと思ってました。まあ、確認できるので。で、よくあるね、2、3000円ぐらいで売ってるメーター移設キットっていうのは、まあ、ここについてたのをこのままこっちに移動するんで、インジケーターも行っちゃうんですよ。そうなると、見る回数が増えるんで、めんどくさい。ウインカーの消し忘れっていうのが多分発生しちゃうだろうなと思って、ちょっと高かったんですけど、これを購入しました。でさ、おはまさ、はい、このね、スピードメーターをね、こっちからこっちに引っ越したわけよ。うん。今、初めて気づいた。初めてかい。今気づいた。言われないとわかんない。それでこのスピードメーターを引っ越すのにいくらかかったと思う？わかんない。だってそこわかんないし。安物で3、4千円ぐらいで売ってるけど、これいくらだったと思う？4900円。正解はね、うん、19800円。かっけー。高いでしょ。高いよ。高いよ。安いの高いの分かんないけど、私からしたら高い。いや俺からしても高いよけど、うん、タバコやめたから。そうだね。実質無料です。まあね、最近僕禁煙をしてるんで、タバコ代が浮いてるっていう設定で買ってます。毎日500円浮いてるってこと？そういうことです。おまあで、それで、まあ、僕のね今後の計画としてはまあ、ハンドルを変えたいという計画がありまして、ハンドル交換今年はまあもう無理なんですけど、来年、雪が溶けたらまず最初にハンドルを交換しようと。で冬の期間、来年のカスタム費用をコツコツお金を貯めて来年また新しく、いろいろなことをやっていきたいんですけど、
まあ、それに向けてですね、ハンドルを交換するのにここにメーターがあるといろいろ不都合が多いと。なので僕的にはもうかなり満足ですね。まあこの高いですけどゼロデザインワークスの、メーター移設キットにして良かったなと思っております。でね、このタコメーターはね僕残してるんですけど、ない方がかっこいいのかな。これデイトナのタコメーターなんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。いや、これ残しとこうかな別に。それで前ここにあった赤いね、それまたデイトナの、スマホホルダーみたいなのも取っ払っちゃいました。本当だ、あれダサかったんで。あ、どうすんの。もうホルダーしない。え、じゃあどうすんの。なくなって地図はもう暗記いいんだよ。もともとは昔からバイク乗ってる人はみんな暗記してたんだから。へー、そりゃそうでしょ。昔スマホなんてなかったもん。本なんか開けないもんね。そうだよね。もう忘れたらもうどっか止めて地図確認してって言ってやってたんだから。もっと昔だとね、分かんなくなったらもうコンビニ行ってコンビニの店員さんに道教えてもらってとかで走ってたからね。あったね。意外にコンビニのレジのところには地図をね出してくれるんだよ、道案内用のね。セブンイレブンとかそうだったな。ですいませんって言ってやってたよ。まあなんとかなるね。そう、あと北海道道簡単だから。確かに。もういらねえやっていうことに気づきました。うん、はい、はい、まあだいぶ話がそれだけど、それでタコメーターとこれ充電器ですね。充電器は何かあった時用に残してます。まあ携帯とか GoPro の充電切れた時に充電できるように取っておいてます。あとですね、カスタムの動画を見ていただければ分かると思うんですけど、2013年式以前と2014年式以降でカスタムの方法が変わります。2013年式はものすごい簡単で、ただね、カプラー外して、メーターのカプラー外して、インジケーターとスピードメーターの配線を途中で分岐させる、まあ、もともと分岐できているのをグッと上と下に持ってくるというだけです。なのですごく簡単なんですけど、2014年式以降だとインジケーターの配線を1回切って、その切った2つの間に15-16センチぐらいの、まあ、配線が入ったので、それをつけて伸ばすと、で上に持ってくるっていう感じなんですけど、まあ、その作業がプラスされるっていうところです。なのでギボシをつけたりとかってやったことない人は、まあ、多少ね不安だったりするかもしれないんですけど、まあ、でもそんな別に難しいことではないので、あと説明書ちゃんと詳しく、年式別に書いてあったので大丈夫だと思います。それでね、まあこういうのもちゃんとついてきて18,000円なんで、まあ別に、まあ値段としたらまあ高いかもしれないんですけど、使い勝手とかカスタムのしやすさって考えると、僕は全然高いとは思いませんでした。ただね、13年式と以前と14年式以降で2種類に売ってくれればいいのにと思いました。僕はその配線使わなかったんで、もっと安くいけたんじゃないのかなとは思います。はい、ということで、今回は、ゼロデザインワークスのメーター移設キットの、取り付け後レビューということになりました。それでは、もしよろしければ高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。